さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、なるほど、行ってみたいと思います。本日の長文の全体像でございますが、設問形式は皆さんこういう感じになっております。で、皆さん全部扱ってしまうとですね、視聴時間もさえらいことになってしまいますので、他の何でも対応ができそうな記述説明以外はですね、ちょっと皆さんやってみたいと思います。このオレンジのところですね。これは皆さん扱うことによって、皆さん勉強になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、第一段落でございます。皆さん、これ下線部一番。ここ皆さん和訳ということで、頑張っていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、和訳でございます。皆さん、本文とですね、そして皆さん、模範解答下に書いてみましたので、皆さん、これをちょっと参考にしながらですね、聞いていただけるとよろしいかと思います。じゃあ、まず出だしの、グループオブサイエンティスメイ、点々点ですね。で、皆さん、もちろんこのあたりが、どうしたよっていうのはすぐわかるかと思います。皆さん、メイクはもちろん作ったよということですから、倒し。で、後ろのプログレスが目的語で、皆さん、メイクプログレスで、皆さん、進歩ですよね。ですから、皆さん、出だしのグループ、名詞でございますので、主語。例えば、前置詞プラス名詞でございますので、このあたり皆さん、M ということでよろしいかと思います。で、皆さん、科学者の集団はですね、May have made progress ということで、進歩したかもしれませんよ、ということです。で、じゃあ、あとは何をする上で進歩したんですかと言われたら、クラッキングザミステリーということで、じゃあクラックはもちろん終わったよということですので、他動詞。で、後ろ目的語でございます。こうですね。ですから、皆さんちょっとこちらと違いますよということで、色分けをさせていただいております。ですから、皆さん直訳は、謎を割る。まあ、謎を割る。謎が砕けるということですから、謎を解明する。みたいな感じでもよろしいかと思います。ですから、科学者の集団は、謎を解明するという点において、進歩したかもしれませんよということです。で、あと皆さん、ビハインド点点点ということですから、皆さん、後ろに何か隠れてるんですね。で、それは、How these different shapes emerge ということで、皆さん、もちろんこのあたり、SV がしっかり書かれております。こうですね。で、皆さん、もちろん、how の右側に SV がございますので、どのようにということですかね。ですから、どのように、これらの different shapes、様々な形ですよね。様々な形状がイマージド現れたのか、出現したのか、ということの裏にある、もしくは背後にある謎ですよね。謎を解明するという点において、進歩があったかもしれませんよと。みたいな感じで皆さん、こちらを参考なさっていただけるとよろしいかと思います。サメさん、第2段落でございます。内容一致問題にちょっと関わる段落でございますので、一読をお願いいたします。デビさん、第2段落こう読み始めるとですね、ホワイルが出てくるんですね。で、皆さん、以前からお伝えはしているんですが、皆さん、ホワイルは一方でということで、左側と右側が対比、反対の関係になるというのは皆さんご存知かと思います。で、それをまあ踏まえてです。こう読んでいくと、第2段落一番最後にもですね、やっぱり皆さん、ホワイルという話が出てくるんですね。で、もちろん前後は反対になるんですが、皆さんちょっとピンクのところですね、こう合わせてみました。で、皆さんスフェリカルですね、球体のというところと、皆さんこれがスフィアですね、球体というところで皆さんこう繋がっておりますので、まあ、色はまあたまたまなんですが、ちょっとピンクで書きましたので、このピンクとピンクが繋がっているというふうに考えていただけるといいかと思います。ということは、このピンクの左側、この緑ですね、緑のところ
で、そしてこれですね、このピンクの右側のところですね。このあたりが皆さん緑と緑で一応共通ではなかろうかというところで色分けしてみましたので、ちょっと参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん続いて第3段落でございます。皆さん注釈がついておりましてですね、脊椎動物ということでございますので、それを踏まえてですね、一読をお願いいたします。で、皆さん第3段落読んでるとですね、皆さん来回ティアドロップですね、ティアドロップのようだという話が出てきましたので、先ほどの第2段落、この緑のところとですね、特徴につながりがありますので、ちょっと皆さん緑で、表してみました。で、もちろんティアドロップのようなものはこの辺ですよね。エイシメトリカルとエリプティカルということです。ですから、皆さんこの緑と緑で共通点が分かりましたので、となってくると皆さんこの内容一問題ですね。選択肢眺めていただきますと、正しいものが選べるかと思います。ですから皆さん正解は B ということでよろしいかと思います。皆さん、ティアドロップとティアドロップですね。このつながりですね。で、皆さん、ティアドロップとつながっているこの辺ですね。あたりですね。エインシンメトリカルとエリプティカルということです。ですから、これにつながりがあるわけですから、こっちですよね。ティアドロップとつながっているサンドパイパーですね。このサンドパイパーとこの辺りにつながりがありますよということです。ですから、それを総合して、記述されている B につながりますよね。それさん、先ほどと同じ第3段落でございますが、今度は空欄 E にですね、皆さんこう見えているこの4つの選択肢の中からどれを選びますか、という問題でございますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、おそらくヒントはですね、このファーストとセカンド、このあたりではないでしょうかね。で、もちろん正解は C ですよね。皆さん文末見ていただきますと、with two measurements という話がありますね。ですから2つありますよ。だからそれがファーストとセカンドにつながっていくんですね。で、皆さんもちろんヒントにしたのはここでいいかと思いますが、前置詞の右側ですよね。このあたり情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて第4段落でございます。和文英訳のヒントが転がっておりますので、ちょっと皆さん一読よろしくお願いいたします。で、皆さん、続いて第5段落の全体像でございます。さあ皆さん、空所ローでございます。先ほどの残りですかね。A、B、D の中から適切なものを一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントはこのピンクで線を引っ張ったこの3箇所ですよね。これで皆さんいけそうでしょうか。もちろん正解は D ということでよろしいかと思います。やはり皆さん文末に other traits ですね、他の特徴という話がございますので、これを具体的に言ったものがこの3つというところでよろしいかと思います。で、皆さんもちろんヒントにしたのはこれですけども、前置詞 with の右側ですよね。情報構造バッチリです。さあ皆さん、先ほどと同じ段落でございますが、皆さんこういう問題がございますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、設問の指示とですね、対応しそうなところにちょっと線を引っ張ってみました。この辺りですかね。これで皆さんヒントがもらえるかと思います。ですから皆さん正解はこれですよね。フライングアビリティということでございます。ちょうど皆さん2語ということですので問題ないかと思います。で、皆さんヒントはどこですかと言われたら、もちろんこれですよね。B 動詞の右側ということで情報構造バッチリです。さあ皆さん次の段落でございます。一読をお願いいたします。さあ皆さん、今度は空欄ハでございます。この選択肢 A、B の中からですね、適切なものを選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントはこれですよね。This, diversity, 多様性と書いておりますので、多様な話が書いてある方を選んでいただけるとよろしいかと思います。ですから正解は B ですよね。皆さん、多様性の話がこのあたりに書いてますよね。よろしいかと思います。で、皆さん、もちろんヒントはこれですよね。スパンという一
板同士の右側ということで情報構造バチです。そして皆さん最後 A ですが、残ったこれですよね、2のところに A を入れていただいてバチです。すみません、最後はこれでございます。ここを皆さん英語に直すという問題ですね。ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、卵の形状ということですが、皆さんその手前の表現にですね、ちゃんと書いてあるので、皆さんこのあたりを使っていただけるとよろしいかと思います。で皆さん次に巣の場所なんですが、巣をどうするかということと監視をどうするかということなんですが、皆さんちょっと上に書いてみました、引っ張ってきました。第5段落の出だしの文章にですね、ネストサイズという話があるんですね。で皆さんこれを参考にしていただけると監視がいるいらないというのが皆さんわかるかと思いますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で皆さん最後、うにゃうにゃによって決まるという部分もですね、皆さん第4段落の出だしの表現ですね、これ皆さん参考にいけそうですね。さあ皆さん、英作文でございます。先ほどもお伝えいたしましたが、この色で書いたところですよね、本文の表現をですね、ヒントに、拝借するという感じですね。ですから卵の形状は X シェイプ、そして、何々によって決まるは is determined by ですね。そして皆さん、巣の場所は、皆さん、巣という表現は皆さん、nest という表現ですね。書かれておりました。監視はいらないですからね。で、それを皆さん参考なさっていただけると、nest location ということでよろしいかと思います。ですから、本部に皆さん、こういう感じでヒントが転がっておりますので、そこはもう特に、躊躇することなくですね、拝借していただけるとよろしいかと思います。そして皆さん最後はこのあたりですね、巣の中にある卵の数ということですが、数は the number of 点点点ですね。で卵は x、 あとは巣の中ということですから in the nest ということですね。これで皆さんちょっと参考なさっていただけるとよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。ただ、名古屋大学ですね、皆さんご覧いただいた通り、マーク式と記述式、それが混じった総合問題ということでよろしいかと思います。で、皆さん、レベル感皆さん、見ていただきましたが、皆さん、今後、マーク対策どうしますかということですが、もちろん、名古屋大学の過去もやるのもよろしいですけども、やっぱりこのあたりですね、G マーチレベルでも練習する価値はあるかと思います。ですから、このあたりで皆さん慣れているとですね、試験中名古屋大学の問題は楽に解ける、そういう可能性が高まりますので、おすすめでございます。そして、皆さん、記述式、記述説明とか和訳もそうですが、もちろん問題集等々、授業等々で頑張っていただいていると思いますが、やはりこれもそうですね。これですね。動画も活用していただけると鬼に金棒ということでよろしいかと思います。そして皆さん、今日のプラスアルファということで、皆さん先ほど感じていただきましたが、長文中での英作文ですね。これはその並び替え問題でもそうなんですが、皆さん長文中でこういうものが出てきたときは、実はヒントはですね、本文中に転がってるんですね。ですから、本文中の表現を拝借ということで問題ないかと思います。これは皆さん全く躊躇する必要性はございませんし、名古屋大学以外の大学でも結構ありますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。